韓国ンプルト社開発、アラリオ社の運営によりサービスされている多人数プレイ型アクションゲーム。種類としては MMORPG に属する。日本では2008年により開始し、2021年4月30日をもってサービス終了した。日本仕様は2009年7月30日のアップグレードでドリフトシティブーストと、 タイトル名の変更が行われたが、2011年11月24日のアップデートをもって、ドリフトシティエボリューションへと、さらなるタイトル変更が行われた。なお、アメリカドイツ、台湾、タイにおいても展開されており、2011年4月6日に、サービス終了した、韓国仕様の名称は、スキッドラッシュ。台湾名は、極速会社種である。タイ名は、 ドリフトストリートである。人類最後のエネルギー資源、ミトロンが太平洋の真ん中にある無人島で発見された。この通称ミトロン島には都市や OMD という国境を越えた政府組織が作られ、島は急速な発展を遂げた。しかし、謎の無人車両ハブが出現。島のあらゆる場所を暴走し、ミトロン採掘を脅かした。ミトロン島では、 武器の使用が条約により禁じられているため、重火器を使っての検挙ができない。一計を案じた政府のジェイソン局長は、世界中から腕に覚えのあるドライバーを集め、自社を衝突させて、ハブを検挙するオームドドライバーに任命し、ハブの制圧を狙う。かくして、多くのドライバーたちが金と名誉を求めミトロン島に集結した。 ヤコブ総帥が何者かに暗殺され、さらに世界連合がオームド政府に対して挑発をしてきた。これを重く見たジェイソン総裁代理はネオオームド政府を樹立した。だが、ネオ政府樹立から1年後、世界連合とネオ政府とのエネルギー問題は解決されず、それどころか世界連合から対外風鎖令によりミトロン島は孤立していった。 ある年の4月3日、ミトロン戦争が開戦。その後、数ヶ月間、砲撃によりミトロン島は、廃墟と化してしまった。プレイヤーは、政府組織、オームドの一ドライバーとなり、街を、自らの運転する車で回りながら、クエストやハブの撃退、物品の配達など様々な仕事をこなしたり、時にはたプレイヤーとの交流、バトルをするなど、車でできる。 あらゆる要素が詰まっている。車を強化、チューンアップするパーツは、ゲーム内の格通貨、ミットで購入するほか、インターネットキャッシュの一つである、リオコインにて購入することもできる。料金システムとしては、アイテム課金方式をとっており、基本的には、無料で楽しむことができる。ただし一部のドレスアップパーツや高級なチューニングパーツ、一部の、車両などは、 有料で販売されており、それらはリオコインにて購入する必要がある。2011年11月24日にネオクエストが追加され、30年後のミトロン島が舞台となるクエストが追加された。ミトロン島には4つの都市があり、レベルによって活動範囲が異なる。ステーション、ルーポスト、ルー本部におけるメニューは以下の通りである。これらのパーツは、 パーツショップやフリーマーケットにおいてミトで購入するだけではなくという形でも入手できる。ただしこれらで受け取れるパーツはプレイヤーのレベルよりもパーツの要求レベルが高くすぐには使えない場合が多い。またユーザーがハイレベルになってくるとといった場合に低レベルのパーツが支給されたりすることもある。本ゲームの日本語版ではメーカーからのライセンスを 得られておらず、すべて架空の名称となっているが、車両は、エルマリオアトカを除き実在の市販車をモデルとしている。なお、韓国語番、英語版においては、クライスラー車が多数実名で登場しており、ミートロンデッチュー、ドッジバイパー SRT10、オームドスポーティー、ダッジキャリバーのように架空の名称から、実際の名称に修正された例も存在する。 なおアップデートでは、クーポン車、ガチャ車、くじ車を除くミト車両が、すべて V1 クラスに設定され、課金車の増加を見込んだと見られるが、V 改造の需要が高まる、間オークションでの車両相場高騰、クーポン車使用者の増加などで逆効果となっている。これを受けてか、最近のアップデートで、過去のように v、V1V9 の車両が購入できるように戻された。 ここでのクラス優先順位は、批判米隊の順番である。各言語版への実装状況を示す希望の、味方くじの結果により、クラスが変動。車両が当たる当たらないに関係なく、他のアイテムも必ず2個入手できる。車両ではなく、使用期間を限定した専用エアロパーツが出現する場合もある。 販売終了車種以下の車両は2009年4月16日をもって9時の販売が終了している。2009年12月に実装されたドリフトシティガチャで ABCDEF の6つのパーツを集めることでバランス型、ブースト重視、速度重視の3タイプの中からランダムに性格付けがされて配布される。なお、バランス型以外の2タイプには 特殊能力が付加されている。2010年8月のアップデートによりシステムが変更されパーツが ABCD の4つになり EF が廃止になった代わりにキーパーツが登場した。キーパーツは V1V8 まで存在し全てのパーツが揃っても自動では組み立てられなくなった。パーツは全てミトで獲得できるようになった。リオコインガチャでは 車ボックスが獲得できるようになり、パーツを揃えなくても車がもらえるシステムとなった。もらえる部位は V は V4V8。2010年12月のアップデートによりさらにシステムが変更され、キーパーツ ABCD のシステムは従来通りだが、すでに販売終了となった。過去のガチャ車がすべてもらえるようになり、ガチャメニューで車種を選択できるようになった。リオコインガチャが、 廃止となった代わりに、ミトガチャによる ST の V1V4 は獲得できる。確率が低くなり、V4V8 は獲得できなくなった。従来のリオコインガチャの代わりに、ST くじが登場し、当選した場合 ST 車のみが当たるシステムが導入された。こちらでは、V4V8 も獲得できる。日本仕様未実装車種、https、twitter.com ドリフトシティ・ジップ、ステータス、138件8394兆1275億1186万7397。ツイッター、2021年12月22日閲覧。ドリフトシティ、ドリフトシティブーストにタイトル名を変更。4ゲーマーでのニュース記事、ドリフトシティ、アップデート、プロジェクトネオシティ実装で、タイトルが、 ドリフトシティエボリューションに。4ゲーマーでのニュース記事なお、ハングル表記に忠実に発音すると、スキドロシュとなる、ムーンパレスのクエスト内で、ダフィ教官が、ミトロン島のことを指して、エマリオン島と言っているシーンがある。ゲーム上では、廃車場と言っているが、本作の母国である韓国では、実際に、解体屋のことを、廃車場という、 http://drifty.arario.jp:/goboardview.action, c i t cpd="and e f i n e d and board, no="dc003006&, boardname="5 フリ board ボードビュー seek の no ="99&, noticine="n",2010 年4月15日の 定期アップデートの詳細その名残か、よく見ると、日本仕様においても、ダッジの看板が存在する。これに伴い、車の分類方法が、V1、V2 のように V ごとだったのが、セダン、クーペのように、車縮分に変更された。しかし、車の分類方法は変更されておらず、車縮分のままになっている。ただし、エンジン音が異なり、テールランプも点灯せず、 社名もないためテクスチャの流用と思われる。フロントは BNR34、リアは ER34 という変則仕様。2015年7月現在、H 活性パーツを装着した VQ マシンと初心者の組み合わせでクリアを確認。ありがとうございます。